三重の滝と思われる場所を見つけましたよ。これ場所説明しようがないな。この県道ずーっとこの左コーナー、ここに路肩がパークスペースがあるんで、こう曲がってさらに右折するんですけど、車乗ってると全然気づかないんですけど、水音が聞こえますね。どう見てもこれ滝の音ですよね。ダーッと。これなんで看板出してこないんだろう。これ看板出てないと絶対わかんないよ。ほらほら、滝の音、滝の音。これさっきのダムのところの看板の地図、なんとなくの地図しかないんで、で、道路脇を気をつけていたら、こんな柵がしてあるんでね、なんかこう降りていける道があるんじゃないかなと思ってバイクを止めて来てみたら、まさしく滝の音ですよ。でもここって人入れるようになってんのこれ。でも滝が見れるようにこんな作ってあるんでしょうね。おい、うわ、ここないけど絶対危ないよな。絶対危ないよ。どこまで入れんのこれ。え、見えねえよこんなの。どこ、そこにあるの間違いないけど見えない。これ以上危険だしな。入っていける？もう足元全然見えんからな。このちょっとでも踏み外したら真っ逆さまやからな。お、まだいけるか。お、いけそう。おっと、おっと、おっと、滑るよ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 。おっと、おっと、お、降りれた。あ、これか。痛い痛い。チクチクするやつがある。うわ、うわ、これか。ああ、そっか、きちんとした整備されてないなこれ。ここそっからちょっと降りてきたら、もうちょっとこう足元危ないんでね、ここか。ああ、確かに滝だ。三重の滝っていうのは三段になってるからかな。よいしょ。おー、見えた見えた。これなんか普通に下降りれるような道作ってないな。一気に駆け下りますね、一歩一歩なんて。よっと、おー、さあ、はい、あ、やっと見つけました三重の滝。ああ、まあでもこれきちんとした道作ってないから案内出してないわけか。でもなんかね、案外向こう側はどっかから回り道ですんなり降りてこられそうな雰囲気がなきにしもあらず、見るんなら向こう側からだけど。